どうもレイです。11月の18日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日最初にお伝えする話題ですけれども、森光子さんと味噌の長い縁、 CM200 本出演、竹屋味噌で写真展、森さんは猫舌だったっていう記事をねお送りしたいと思います。往年の大女優森光子さんの写真展が長野県諏訪市で開かれています。会場は森さんが半世紀にわたって CM 出演した味噌メーカーの建物、社長が森さんとの知らざるエピソードを語ってくれました。こちらは舞台の放浪記の名シーン、ライフワークとなった放浪記で森さんは主人公の林芙美子を41歳の時から89歳まで2017回演じ、生前に国民栄誉賞を贈られました。訪れた人は舞台を見に行ったことがある、でんぐり返した時の年齢も知っていたので、できないでしょう普通って、懐かしい。森光子芸能文化振興財団評議員の元フジテレビアナウンサーの須田哲夫さんは、森さんは表情が愛くるしい日本のお母さんとして、多くの日本人たちが森さんに癒される気持ちになるのではと語っています。会場は味噌メーカー竹屋味噌の会館、森さんは竹屋味噌の CM に半世紀近く出演しています。藤森社長が撮影時のエピソードをこのように明かしてくれました。 CM を撮る人は知っていて、森さんが猫舌ということをうんと苦労している、お味噌汁がお椀に入ったのを美味しく見せるためには湯気が必要、湯気を出すと温度が上がってしまう、森さんは熱くすると飲めない、出来上がりを見るとそんな感じはなくて美味しそうに飲むからやっぱり役者だなと感服して見ていた。社長は CM が縁で森さんの舞台をよく見に行きました。楽屋での気さくな対応が忘れられませんということです。森さんがそれまで座っていた座布団をさっと外す、畳の上へ座って座布団をひっくり返して、どうぞこれにお座りくださいと出してくれる、こちらからしたら大女優ですからこんな若造がと思うけど、そんな意識がなくて普通に話ができるのが森さんのすごいところっていうふうに語っています。日本のお母さんとして親しまれた森さん、 CM は1967年から亡くなる2012年までおよそ200本が制作されました。藤森社長は、森さんのイメージが味噌のイメージとぴったりした気がする、森さんの人となりを感じていただければいいというふうに語っております。写真展は12月13日まで開かれていますということです。往年のね大女優森光子さん、この方のことをねいろいろと語るとね、本当に時間の尺どのくらいあっても足りないんですけれども、森さんのことについてはね、またいつか機会がねありましたらちょっと語らさせていただきたいななんていうふうに考えております。それでは11月の18日、今日は何の日をお送りいたします。ミッキーマウスの誕生日。1928年のこの日、ニューヨークのコロニーシアターでミッキーマウスが登場する短編アニメーション蒸気船ウィリーが初めて公開されました。今もね多くの人にこの愛されるミッキーマウス、今日のねこのミッキーマウスの誕生日をファンの方はねどのようにねお祝いするんでしょうかね。それでは次です。土木の日。土木学会、日本土木工業会等が建設省、現在の国土交通省の支援で1987年に制定、1879年に工学会、日本工学会の前身が設立され、また土木を分解すると11と18になることからっていうふうにあります。それでは次です。森とふるさとの日。国土保全奨励制度全国研究協議会が制定、1994年の同協議会の設立日ということです。特に田舎である地方はね、この森というものをね大切にして、ふるさとをねどのように盛り上げていくかっていうのをね今もね試行錯誤しながら発信していっています。私もねその試行錯誤しながら発信していっている姿をね少しでも伝えできればななんていうふうに考えております。それでは次です。雪見大福の日。
ロッテが同社の製品雪見大福の PR のために制定。11月は E の語呂合わせ、18はパッケージを開けた時に付属のスティックと2つの雪見大福で18に見えることからっていうふうにあります。この雪見大福が発売された当時ですね、冬にアイスクリームを食べるっていうね習慣、私が幼い頃だったんですけれどもね、ほとんどなかったんです。特にね、小さな商店では夏場にねアイスクリームを販売して、秋口になるともうアイスクリームの冷蔵庫が鍵をかけられて販売がね終わってしまうっていうな、そういったね夏の風物詩的なね感覚があったんですよね。ただ冬にねこたつの中であの冷たいアイスクリームっていうののね美味しさを知ってから、全国的にねこの冬にアイスクリームを食べるっていうね習慣が広まったんではないかなっていうふうに私は記憶しています。それでは次です。カスピ海ヨーグルトの日、日本にカスピ海ヨーグルトをもたらした家森幸男京都大学名誉教授と、カスピ海ヨーグルトを製品化した藤子が制定。2006年のこの日、カスピ海ヨーグルトの純正酒菌の頒布活動が100万人に達したということです。このカスピ海ヨーグルトはね、これ販売してる品物にもよるんかもしれないんですけれども、私がねよく食べるカスピ海ヨーグルトっていうのは酸味が少なくてね、非常にね食べやすいなっていうふうに思いました。それでは次です。いいイヤホン・ヘッドホンの日、イヤホン・ヘッドホンの専門店いいイヤホンを運営する株式会社タイムマシンが制定。日付は1118でいいイヤホンと読む語呂合わせからということで、イヤホン・ヘッドホンの魅力を世界に向けて発信することが目的ということです。このイヤホンもね、落とし質にこだわりますと一つね数十万円するようなものっていうのもね中にはあるそうですね。それでは次です。森の卵の日、森の卵を製造販売する伊勢食品株式会社が制定。日付は11月で18は森の字にある木を分解すると10と8となることから、また森の字には木が3つあることから第3木曜日としたものです。ブランド卵の定番とされる森の卵の素晴らしさを多くの人に知ってもらうことが目的とありますけれども、この森の卵がね出てくる前までは高級卵っていうとね、卵の表面がねオレンジ色のものが高級だっていうようなイメージがありました。今夜の食卓に卵料理なんていうのはね、皆さんいかがでしょうかね。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。